アラペコアザラシと申します。信長の野望申請 PK、 難易度は上級、シナリオは手取り川、選択大名は上杉。第24回を始めさせていただきます。前回は関東最大勢力の北条家と合戦し見事勝利、再出撃の機会を伺っているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。謙信が大垣城に戻っていたので、戻ってきたので、こちらですね、大垣城の開発率が 100% ということで、岐阜城、こちらの方にね、本拠地を移したいと思います。開発率はこちらで見れますね。ゼロの沼田とかね、ちょっとこちらの方にね、早くね、本拠地を移転したいところですが、ちょっとずつね、関東に寄ってきたいと思います。やっぱりいずれも取ったばっかりの城がね、結構傷ついてるんですよね。で、岐阜城に至っては 52% だから、やっぱりね、ちょっと52じゃね、まあ、やっぱりどうしてもね、限界があるので、なるべく早くね、ちょっと上げていきたいとこですね。なので、飯田城とかも、まあ、5600そこそこ兵はいますが、足軽大将ちょっとね、任じていかないといけないですね。で、先ほど申した通り、とりあえず本拠地移転、岐阜城に本拠地を移動したいと思います。金銭収支が2000ほど悪化するというね、ということでちょっと嫌ですね。大名直轄街が有岡城と岸和田とかもそうですよね。だからこの辺りが範囲に入らない、石山御坊とかも結構入らない城がありますね。高屋はなぜか入るんですね。石山御坊あたりにちょっと過労クラス置きたいですね。身分で過労クラスで三本寺さん置く、上杉影虎置くか。ありがたく存ぜ。いや、本庄さんはそっか、お亡くなりになりそうなのか。だからやっぱり誰か置くしかないんだよな。でも上杉影虎もそこそこ優秀だからな。手が減るのは嫌だけど、上杉影信にするか。感謝に達すぞ。本庄さん、体調悪いんだっけ？悪くないか。うん、まあいいや、影信にしときましょう。で、影信軍団を作りましょう。軍団新設。軍団長任命で上杉影信。で、有岡城、市議山、岸和田、西下、新宮、とりあえず鳥羽城もか、とりあえずこんなところかな。直轄街のところを、承知しましたぞ。ここで1万まで増えましたね。これでとりあえずいいかな。で、あとやらなきゃいけないことは大垣城、こちらについては樋口兼次にお任せしましょう。で、領主最大と。で、あと何回かちょっと人の移動してしまったおかげで、どっかが城主が解任されてるところがあるはずなんですが、あった、朝倉山だ。朝倉山は多分あんまり出撃しないでしょうからね。まあとりあえず稲葉さんにお任せしときましょうかね。お任せくだされ。
もう大丈夫かな。とりあえずこれで大丈夫そうですね。白いちゃん、こちらで見た方が早かったかな。大丈夫そうですね。そしたら大官で、ちょっと待てよと、大垣は大丈夫か。前線とかに足軽大将置きたいんですよね。だから足軽大将は最優先に出世させられ、侍大将にできるから、まずはこちら埋めなきゃいけないですね。足軽大将は織田家を吸収したから、すごいへ、あの武将の数になってますね。島左近で竹中半兵衛、いやもういい、感謝いたす。竹中半兵衛、佐久間信盛、堀直政、優秀な方をねすぐにねあげたいからね。でしかも荒木氏綱さんも優秀ですね。岐阜はね9人もね軍 9も軍がありますからね。で、あとの足軽大将で侍大将にしたいような優秀な方はとりあえず打ち止めなので、前田利家組頭をね出世させましょう。前野さん、福島正則だな。まずは福島正則、そして山中鹿之助、いいですね。この辺りはちょっと最優先ですね。斎藤利光もつけたいところだけれども、とりあえずこれでいきましょう。で、足軽大将が余っているので、ちょっとね前線に配備して、少しでもね内政値を上げてもらうように努力してもらいましょう。あんまりねいつまでも発展してないとね、ちょっとね北条とのね争いにね息切れを起こす可能性がありますからね。これ侍大将もつけちゃってもいいかもな。箕輪にはつけてるでしょ。で、つつじヶ崎、ここもかなり空いてんだよな。いい城なんだよな。いい城だからとっととつけたいんですよね。本拠地にもしたいんですよね。今の時点で1万1000ありますからね、兵がね。あんまり信長の下に武将をつけたらね、その武将を引き連れてねすぐに独立するんじゃないかっていうね。信長の野望新世ね、僕好きでずっとプレイしてますけど、やっぱりね大勢力になった時とかちょっとね裏切りプレイっていうのをちょっとやりたいですよね。本当はねそうやって裏切るような人がいるとね、またね大きくなってもね気が抜けないのでね。でちょっと近所の、まあ近くのね隣接する城とかでね相性のいい武将がいたらね連れ立ってね独立勢力を作るとかね、いう風にやるとね面白いゲームになるかなと思うんですけどね。まあ今更ちょっとそんなのは変えられないでしょうけどね。で、岩村城も足軽大将をつけていきましょう。よし、これで足軽大将打ち止めだ。で、信濃方面と関東方面はちょっとねまだまだ発展の余地が残ってるので、これでいいでしょう。で、岐阜城の兵力がちょっとね回復しないと出撃ができないので、ちょっとそこですね。で、あと軍開発、まだ農村掌握すらできてないですからね。そりゃ岐阜城といったって本領を発揮するのはねまだできてないっていうことになりますね。で、あとは浄化施設も建てなきゃいけないと。で、浄化施設は岐阜城は灌漑制度連兵連兵連兵二段詰め米問屋、あ二段詰め余計な気がしますが、まあいいでしょう。
で、あともう一つ連兵城をそしたら建てていきましょう。こちらに。で、あと6両労力が余っていますが、こちら灌漑水路をまず作っておきましょう。で、攻撃。ミノワはやっている、動いている、連兵場で動いている、ツツジガサキも、これであれば連兵場でいいでしょう。やってみせましょう。で、白一覧で委任が解けちゃってくるのがあるので、ここは委任にしときましょう。で、大垣、こちらも攻撃指示で、で、あとは昇龍寺。昇龍寺もなんで取れた、まあいいでしょう。で、あと岐阜城の兵力が3000ぐらい溜まったら出していきましょうかね。140日か。お、伊達が動いてますね。あんまり伊達にも動かれちゃうと、そしたらこれ吸収できないかな。ちょっと徳川でかすぎて吸収できないんじゃないかな。まあ毛利と戦うからいいか。何が言いたいかっていうとですね、天下平定までね、残り24城なんですよ。ってことは24の城を僕は奪った上で、この機内の花熊城を取らなきゃいけなくって、そのためにはあんまり北条を、まあみんながいじめちゃうと、北条からまあ取るべき城がね、少なくなってしまうので、そこをちょっと心配してるんですよね。せっかくね、うまく、こちら、花八形、あの国峰をねちょっとスルーできて八方まで行けたので、次忍城あたりでね大合戦を行って、で威風強をまあこちらでね轟かせれば一気に取れるんじゃないかと思って、まあ古賀城あたりで取ったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。本来であればこのまま新田金山と唐沢山城は落とそうと思ってるので、で新田金山城もねできれば攻城戦で落としたいと思っておりますので、ちょっと今のところね兵を貯めていきたいと思います。新田金山城の兵力が攻城戦負荷最大の兵力の 50%、 3645が必要ということで、もうね回復するのは目前になっているので、武田家最後の地としてね新田金山城を取って、威風でもって唐沢山も一気に落としたいと思います。それでは大垣城から出撃いたしましょう。こちら新田金山城160日ギリギリ届きますね。で、あとは岐阜城と、あとは羽柴秀吉も出そうかな。あと、調略。破壊工作。新田金山をなるべく早めに落とすために、羽柴秀吉、そして五部の織田信長。この二人で破壊工作に及ばせましょう。で、次出したいし、ライレンと、まあせっかくだから秀吉も出しますか。5000だからそんなに兵力は多くないですけどね。で、あと謙信と、こちら下妻ライレン。これで4人ですね。で、北条さんはまだいいから。で、戸沢森康。さっさなにまさ。柴田勝家、織田信長と、この辺りを出していきましょうかね。天勝さんも出してもいいよな。では進めていきましょう。では岐阜城からも出撃です。で、下妻雷連も出撃と。で、こちらをそのまま新田金山に向けましょう。で、あとはこちらですね、戸沢守康、濃尾で言えば守康を出していきましょう。武漢要請は却下です。兵力支援はしてもらいましょう。では進めていきましょう。で、金山城で、まあ仕方がない。え、ちょっと待って、信長が出るんじゃねえか。やっぱりか、信長出させられるか。
遅れも許さぬ。そしたら北条さんも出すか、うん、信長ちょっと参戦させようとしてたんだよな。まあいいでしょう、仕方ない仕方ない。で金山城から戸沢守康も出していきましょう。これで1234567、あ、柴田勝家じゃなくてさっさ成政もいいけど用心なんですよね。だから成政じゃなくて、樋口兼豊混乱持ってるから樋口兼豊にしますかね。兵力も5600、1234567で、これで混乱持ち、混乱の先、あの状態不要が樋口兼継と上杉謙信、そして樋口兼豊ということでいきましょう。単純にね、武力とか統率だけじゃあね、計り知れないね強さがありますからね。では進めていきましょう。よろしいですか。喜ばしいですな。大道寺正成に怪我を負わせましたと。でちょっと待てよ、こちら毛利家との同盟は延長と。で毛利家に対して親善をまた行っていきましょう。側近で余ってる三文字さん、心得ました。では進めていきましょう。国衆会場がありますね。まあやっときましょう。で飯田城から樋口兼豊も出していきましょう。城を攻めます。では進めていきましょう。降伏なんかさせませんよ。で農地開墾ができたと。農地開墾をやっていきましょう。受けたまわりましたぞ。で軍開発、位置の開発をしつつ、まだ農村掌握がやりきれていないところはもちろん農村の掌握もしていきましょう。でもこれで終わりっぽいですね、農村の掌握は。あとは位置も開発して、次の本拠地も考えなきゃいけないですね。浄化施設はこちら全て立っているのでこれで問題ないと思うんですよね。で次は城で開発率が低いところ、まあ 40% 台ぐらいで濃尾に近いところ、大野城を所属を見てみましょう。そうするとどこの所属か分かりますからね。大野城、北陸はちょっともう無理かな。東海、尾張、名古屋城か。名古屋城に次本拠地を置くっていうのも手ですね。で、名古屋城もまだ開発がさほど進んでいないと。で、あとは伊賀上野はちょっと遠くなっちゃうから、次、上原とかね。上原結構いいんだけど、これ石田三成がね、ちょっとね、ここが欲しいと言ってね、渡しちゃってるところのはずなので、あとは更新で海津はちょっと位置が悪すぎるんだよな。で、あとは高藤もいいですね。となってくると、名古屋城、高藤城、あとは関東ってことですね。もし海津にするんであれば、越後の軍団を解散して、まあ、濃尾方面を任せる軍団を新しく作る。まあ、それならそれでもいいのか。越後の軍勢も関東入りするんだったら全然使える軍勢ですからね。それもいいなぁ。海津城か。馬鹿にしたもんじゃないなぁ。まだ 30% しか。で、1、2、3、4、5人。5人、あの、大官も配備できますからね。そんなに弱くないですね。灌漑水路、連兵場。うん。悪くない。よし、港建設やれるのでやっていきましょう。組頭さん。心得ております。さて、それでは進軍開始です。新田金山城、結構伊達が府中まで攻めてるか。よし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 、へえ、はい、新田金山城が耐久値ゼロですね。うわー、マジかー。では始める。我が武を示す時が来た。どういうことだこれは。よろしいですか。できながら見事。うん、
何をどう攻めてるんだ。工場準備中だったり、ちょっとよくわからない動きですね。真っ赤っかになってるけど、僕ら援軍で信長派遣してるだけだからな。この軍かな、この軍をちょっと取ろうとしてんのかな。ロココショやっていきましょう。侍大将になった人がいますね。で、牧場建設も組頭にやらせていきましょう。修行付与はまあ空いてるところありますからね。ちょっとそれを言ってるのかな。あ、ここが空いてる。どなたかに、ん、そしたら土井さんに。ありがたき幸せ。では進めていきましょう。いよいよ。ここうわー、そうかー、ついにかー。まあ影勝だよね、それは。血族以外の武将が後継者、血族の武将が下がりますが、ちょっと待って、そしたら戦闘員でも年齢的に、いや、やっぱり影勝でしょう。いかがだったでしょうか。いやー、ついに、ついに、あの、軍神が、天に、登ってしまいました。いや、もう、これは残念ですね。ちょっとね、もうね、正直ね、サムネ色は変える気はないです。最後の日、彼が灯した最後の日を、そのままね、受け継いで、エンディングへと走り抜けていきたいっていう思いがあるので、サムネ色は変えるつもりはないですが、なんといっても寂しい。そしてね、やっぱりね、あの圧倒的な戦闘能力、先方軍神のね、破壊力、このあたりがね、なくなったっていうのがね、まあ、結構体勢は消してきたとはいえ、最後は毛利との大一番が待っている状況の中で、影勝で果たして大丈夫なのかっていったところがちょっと心配なところでございます。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。